真田幸村は秀忠率いる大軍を撃退した。だが関ヶ原の合戦は西軍の敗北に終わり、三成は没して幸村は友情と全てを失う。数年後、家康は徳川の世を盤石にすべく大阪城の豊臣家を滅ぼさんと軍を起こす。天下の奇数が定まりつつある中、幸村は小野木と友情を貫くことを決意。圧倒的劣勢の大阪城に入り、あくまで徳川の天下に抗おうとする。一方、幸村の友直江兼続は主家を守るべくかつての理想を捨て徳川方の陣中にあった。友を失って私はまだこの槍を握っている。第五は大阪の陣、我が信念貫き通さん。この日に戦国を終焉させ太平の世を築く。この戦で戦乱の時代は終わるのだ。天守の敵を片付け外に打って出る。私は友情のため戦っていた。だとはや、ゆきり殿はなく、金取り殿は敵。私は何のために戦っているのだ。敵将を取ったり。さすがだな。飛ばしてんな、あんた。敵将を討ち取ったり。お見事です。幸村、兼続、三成の3人の友が家康に逆らった。
兼続は主家存続のためギオスで家康の犬になった。三成は廃止、結果雪村は全てを失った。今雪村と兼続は敵同士だ。辛いだろ。いざ尋常に勝負。門は固く閉ざされている。いざ戦わん。すまない、俺が援軍をもらおうと。真田丸にゃ、あんたの友兼続が頑張ってっが、雪村、この戦真田丸お父さんと勝てねえぜ。武蔵、分かった。敵将討ち取ったり。いい腕をしてるな。天守を砲撃する。準備せよ。その前に大筒を破壊するまで。雪村、好きなみな言い方だが諦めんな。ああ。殿、稲が参ります。俺の方から言ってやるぜ。もはや大阪城は落城寸前。あとは天守のみ。秀頼様の見知りし頂戴し、太平の世を築くのです。門は固く閉ざされております。自勢に逆らうバカどもの相手をしてやるか。真田の戦、これに見よ。名のある武士とお見受けいたす。
参る。この弓、かわすことができますか。邪魔する人、誰であろうと許しません。負け犬よ、せいぜい吠えい。わしの邪魔をするか。面白い。私が失敗するだと。敵将討ち取ったり。見事だ。引くこともできぬほどバカではないわ。さまざまな門が開いた。兼続殿が呼んでいるのか。全軍総力で打って出よう。豊臣は滅びる。徳川の世など認める。真田の戦、これに見よ。いざ尋常に勝負。いい腕をしてるな。絶対生き残ってやる。
本陣の守りが固い。真田丸を落とさねば勝てない。兼続殿の守る真田丸を落とさねば。いざ尋常に勝負。いざ戦わん。いざ尋常に勝負。されているか。いざ尋常に勝負。我が首見事取ってみよ。勝ち目なき戦に死を求めるか、雪村。兼続殿、お変わりないようですね。私は無口になって、お前も私も生きる意味をなくした。ここで死あって終わりにしよう。らしくなくて見てられないな。私はこの槍で道を切り開く。あなたは私の隣で理想を語ってください。生き残ろう兼続殿。私は甘えていたようだ。時代に、そして己に。私も戦おう。雪村、三成の志生かすためにも。兼続殿を打たせはせず。それが私の信念だから。敵将討ち取ったり。見事だ。これで徳川本陣の守りは薄くなる。敵の猛攻に味方が崩れてきまったか。敵将討ち取ったり。さすがだな。絶対生き残ってやる。いかん、秀頼様が。飛ばしてんな、あんた。敵将討ち取ったり。我らも続くぞ。真田の戦、これに見よ。いざ尋常に勝負。さすがだな。
家康、その首頂戴する。義の意地を見ていただこう。さらな、侮りがたしか。やっとわかった、刑事殿の言葉が。私はずっと何も失っていなかったのだ。信念は私と共にある。私は私であるために戦う。南なら気を、その武わしに見せよ。してんな、あんた。見事、真田、日の本一の強者、なめ。すまない、助かった。終わりましたね、雪村。徳川軍は引いていきます。我々は追撃しますが、雪村は。秀頼様、私には最後の戦いが待っています。そうですか。ならば、あとは任せるとしましょう。いい面になったな。生きるだけ生きたら死ぬ。真の者の子の面だ。刑事殿、いいでしょう。お相手つかまつらん。待ってたぜ、雪村。さあ、しあおうか。物の子、物の子が出会えば、そこが戦場だ。さあ、しあおうか。戦う心があれば負けはしない。